どうも。カウントダウン TV をご覧の皆さん。違うっつーの。どうも、小田井です。今回、踊る大捜査線、いよいよパート3、公開です。楽しみ。今回はね、僕、青島。課長っすよ、課長。昇進しちゃった。ね、室井さん。青島も、昇進したか。私もそろそろ上に行かないとな。何言ってんすか。もっと上に行ってもらってね。俺たち下の人間引っ張ってもらう。わかってる。わかってるぞ。ちょっとなんか喋ってくださいよ、室井さん。ねえ、枠さん。室井さんたちは変わってないね。死んじゃった、死んじゃったけどな。ちょっと、マスター。おい、マスターお前、何やってんの？マスター。マスター、ちょっと、待て、マスター。マスター。マスター、おい、マスター。マスター。マスター。何やってんの？マスター。ちょっと待って、マスター。マスタン。マスタン。マスタン。マスター。ダンカン。ダンカン、おい。ダンカンこれやろ、お前。おい、油断してたな、お前。バカやろ、お前。俺が出てくると思わなかったな、お前。お前、踊る大捜査線もいいけどよ。おいらも新しいアウトレイジっていうヤクザモンの映画をちょっと撮ったからよ。お前、見ないと、お前、あれだと、お前。ほんと大変だと、お前。ダンカンに、なんだっけな、お前忘れちゃったよ、お前。まあ、とりあえずロケ場所はラウンド1だからよ。うん。よろしくな。うん。で、どっか見てると、なんか、いい映画だなーって思わせて、なんか、こう、感動させたいなーって思ってると、どっかやっぱり黒沢さんになっちゃってんだよな。うん。うん、まあ、そういうわけでよ。踊る大捜査線もアウトレイジもよろしくな。まあ、どっちかというと、おいらのアウトレイジの方よ。見てて結構キャストがいっぱい出てるからな。うん。お前、特にお前、面白いこと言ってねえじゃねえか、お前、この野郎。困るんち！困るんちって、お前、ダンカンこの野郎、お前、いい加減にして、お前、もういいだろ、お前。